はい、チョコミントのユッキーです。今回食べていく、チョコミントシリーズは森永の、小枝のチョコミント味です。うわ、懐かしい、これ小枝。ですね。ミントレベルが1。ミント初心者の方も、と書いてあります。これ美味しいですよね。容量が、44本入り。ミントの清涼感がより感じられるようになりました。小枝らしい甘いチョコレートとミントの味わいのコンビネーションをお楽しみください。と書いてあります。で、これ以前もあったんですけど、牛黒くんという、人が監修して、チョコミント大学生というよくわからない、聞いたこともないんですけどね。はい。まあ、チョコミントマニアの大学生が監修したと。いただきます。まあ、こんな感じで小分けパックになってるって、なかなか珍しい気がする。いや、でも、小枝懐かしいな。久々に食った。あ、美味しい。まあ、確かに、ミント感は少ないような気はするんですけど、まあまあまあ。まあまあまあ、十分じゃないですか。やはりね、チョコレートには、牛乳。がやはり合う。よいしょ。まあ、これ冷蔵庫に入れといたんで、あ、美味しい。美味しいね、これね。美味しいわ。小枝。森永では、チョコミント系のまあ、お菓子が結構あると。以前食べたダース。そして、これも以前食べたベイクミント。でもまあ、どっちも、小枝は小枝で美味しいですからね。まあ、タバコのメンソールってありますけど、俺もメンソール好きなんですけど、強すぎるとメンソールの味しかしないんで、はっきり言ってまずいんですよね。だから一番バランス的にいいのはやっぱりハイライトメンソールぐらいのミント感。いわゆるボールを潰すタイプのクールとかのものははっきり言って強すぎてすべてタバコの味を打ち消す。何も味がしない。っていうことは、よくありますね。だから、
あと他でバランスがいいのっつったら、まあ、ガラムメンソールか、もしくは、マルメラですね。マルボロメンソールライト。まあ、その辺がちょうどいい、バランス。とは思いますね。うん。うん。うん。これも程よい。メンソールか。うん。ただこれ、チョコレートなんで、カフェイン。カフェインアレルギーの俺はちょっと食いすぎるとチョコレートにカフェイン入ってるんで気分がだいぶ悪くなるんで、うん、まあここら辺にしておきましょうかね。うん、美味しい。四つ星、ご視聴ありがとうございました。